ねえ、これ軽率に買っちゃったんだけど気になってたよこれ私本当かな。ちょっと体脂肪減らすっていうから軽率にも購入しましたけど、しかもなんか家物だと違和感なく飲めそうだね。なんかね、副主演が言うんじゃねみたいなこの気持ち、うんうんうん、分かる分かる。はい、どうしよう、体脂肪減っちゃう。お、予選だ。やっぱ1週間も経てばね、うん、すっげえ鳥みたいですけど鳥顔になったね。もう俺と鳥みたいなとこあるからまあ言うてもピオですもんね。やばい、私言うてもタヌですから、タヌですからね。すっごいここのマスカラ落ちるわ。あー、タヌタヌタヌ、あー、タヌタヌ。はい、先週私気になることあるって言ってたじゃないですか、うん、言ってた。それがですね、うん、ニベア。あー、ニベアね。ニベアが気になるんですよ、うん、ニベアいいらしいですね。そうです、誰だっけな、すっごいんだってよ。あの女優さんかなんかで、うんうん、一回ちょっとあの刑務所かなんか入ってしまった方、ほう、誰だっけなが化粧品ダメですって言われて、ほうほうほう、でもニベアのクリームだけは OK だったって。ほうほう、それで顔とかも全部ニベアのクリームでケアしてたら、うん、めちゃくちゃ調子よくて、ほうほう、ニベアでいいじゃんみたいな。それが発祥なの？いや、わかんない。それでも結構前になんかで見たよ。で、その、うん、ネイバーまとめ、うんうんうん、ネイバー、ね、ネイバーかな、ネイバー、うん、ニベアかネイバーネイバーなんじゃないそこはネイバーなの。話題のニベア青缶スキンケア、うんうん、みんなのレシピまとめっていうのを見てて、うん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 、すごいんですよ、ニベアとね、青いカンカンでね、うん、で、ドゥラメールの高級クリーム、うんうん、クレームドゥラメールと成分がほぼ同じだと、うん、いうことで、なんか高くないよね、ニベアね。で、ドゥラメールは、うん、30ml で17,850円、うんうんうん、ニベアは、うん、チューブ 50g で200円程度、うん、やばいのということで、これはと。で、まあ、50g でミリリットルがちょっと分かんないですけど、うんうんうん、カンカンで、まあ、大体200円なんだけど、うん、ドゥラメール同じくらいの量だと33,600円。すごいね。でもなんかちょっと日差しに当たるとシミになりやすいみたいなことがちょっとあるらしいんで気をつけた方がいい。じゃあ日焼け止めはきっちりしつつ、うん、そうなんだ。顔を洗います、うん、ホットタオルをします、うん、スチーマーをしばらく当てます、うんうん、まあまあこれ丁寧になってたけど、うん、スチーマーを当てながらコットンで化粧水を塗ります、うんうんうん、ハンドプレスで化粧水を入れ込みます、うんうんうん、オールインワンゲルを塗りながらマッサージします、うん、ニベアクリームを塗ります、うん、ふわふわらしいですよ。やるわそれ。でも、うん、そのスチームなんちゃら持ってないな。くれってことだぞ。スチームなんちゃら持ってないな。ちなみにスチームなんちゃらはなくていいから持ってないな。スチームなんちゃら欲しいの？何なの？私持ってないよ。だから私が思ったのが、欲しいよ。すんごいベタベタしちゃうみたいなのね。さすがにニベアだし、うん、だから、お風呂で私半身浴するの毎日。ニベアこう塗り込みながら半身浴してザバザバって洗い流して寝ちゃえば、うん、その間はなんかこういいんじゃん。でもあのパックとかもお風呂場ですると効果倍増らしいです。言ってたよね、うん、すごくいいと思う。これすごいいいんじゃないかなっていう、うん、ちょっと今日の放送女子力高いんじゃない。確かにどうしちゃったのどうしちゃったのって。そうじゃそうじゃ、うん、ニベアを塗った後に、うん、超音波美顔器でマッサージすると嘘のようにたるみがなくなるし、ツルツルでもちもち。超音波美顔器欲しいな。超音波美顔器欲しいな。持ってないな。スチームなんちゃらと超音波美顔器持ってないな。私も持ってないよ。私欲しい。私もうすぐ誕生日。分かった分かった。じゃあスチームなんたらぐらいなら買ってあげれるかも。ゆめさんには買ってもらえないっすよ。ね、乳化ワックスってどこで売ってんの？乳化ワックスってすごい。ニベアに乳化ワックスを入れると、うんうん、ホイップクリームみたいにホワホワになった。なんだそれ。
分かんないよ専門用語は。ね。ちょっとこれ何分撮ってんのか分かんないんだけど。iPhone が古く。5分くらいは経ったかな。まだね5分くらいしか経ってないから。10分に終わります。じゃあタイマー こっちしか分かんないんだけど。すごいなと思って。うんうん。黒すぎるファンデに崩れやすいプレストパウダー、うん、透明感を求めてラベンダーのシャドウを混ぜたニベアを使った結果、うん、紙ファンデになりました。すごい面白くないか。見てたらすごいさ。確かにみんながいろんなことを試しているわけだ。工作してるみたいになって、うん、なるほどね。すっごい面白いんだよね。面白いな、うん、ちょっと今私はニベアが欲しいです。うん、そんな感じで、はい、お肌の乾く時期になってきたハムピオでございます。ございます。今日も皆様からお便りを読ませていただいております。はい、まあ、今日はちょっとね収録なんで、あのリアルタイムではいつものようにコメントをお伝えできないんですけど、にぎわっていただけるといいですね、はい、でも書いてね、うん、後で読むからタイム、あの、ハッシュタグタヌピオは見てからめっちゃ。そうそうそう、はい、お願いします。よろしくお願いします。それでは最初のお便りいきたいと思います。ウエッチさんからいただきました。ネムキュン、そちらコンバタヌピオ。コンバタヌピオ。ネムキュン、先週はアキネッポお疲れ様でした。ありがとうございました。おずさんも乾杯できてよかったです。もう先週か、うん、さて先週なんですが昼の12時から京都でライブを見て新幹線で新淀だっけのに行き、ライブを見てから新木場でアキネットというスケジュールだったんですが、 DJ ネムキも見れませんでした。あら、お目当てを見れなかった僕に慰めの言葉か罵倒をお願いします。俺メルマが。アキネット自体は楽しかったしタヌキオリスナーとも出会えたのでよかったんですが、ということでてかそういう方がいっぱいいたみたいで、あ、時間分かんなかったの。いや、分かるんですけど、出てたよね、タイムスケジュール出るんですけど、うん、普通、クラブって、うん、みんなタラタラと行くじゃないですか、うん、みんな真面目だし、うん、頭から見たいから全員がザッてもう、うん、だから開演に来ちゃってたわけ。あ、アゲハって ID チェック、ボディチェック、いろいろあるから、アゲハの人も、いきなりこんな来るのみたいな感じでさばけなかったらしく、ほうほう、しちゃ入場が遅かったみたいで、入れなくて見れなかったみたいな人が結構いたんですよね。あらあら、これはね、また次回が待たれますね。次回ないでしょ、ね。ないね。私、やめたしね、DJ が。あ、卒業。そうですそうですそうです。そんな、え、とっくにやめてるよ。あ、へ、夏にやめたんです。あ、卒業イベントあったんですか。知らなかった。卒業イベントっていうか、DJ ネムキュンじゃなくて、うん、ドリーミングディスコ終わりっていうのをやって、でもやめますっていう意思表示でそれもやめたんですよ、パーティー、ね、本当はやりたいよドリディス。本当は DJ も超やりたいです。私やるよ、パチモンみたいなやつ、ピオキュンみたいな、なんかストリーミングディスコみたいな、ちょっとだけ違う。そう、本当はやりたいんですけど、まあ、なかなかね、うん、そればっかりもしてなれないという。もうちょっと偉くなったらもう一回やりま す、はい、ね、まだ愚民なんで、もうちょっと頑張らせていただきます。では、詳しくさんからいただきましたね。ムキュースーピアちゃん、コマダルビオ、バトーとかするの、コマダルビオ、バキャラー、お、もうねえってよ。適当ね、ねえってよ、ねえってよ、もうねえってよ、ねえってよ、残念だったな。分かんないよ。乾杯。あのさ、タヌピオタグとかでいろいろ見てたらさ、なんかね、吉川さんで、自分で言うのもはばかられるんですけど、頭いいみたいなツイートしてる人がすっげえたまにいて、タヌピオ見てそう思うらしいんだけど、素晴らしい。どこが？いや、頭の回転じゃないですか？この番組で頭回転させたなって思ったことないよ。いや、さすがにしてるんじゃない？ワッホイばっかり流れるな。ワッホイいいよ、祭り感が。なんでなんだろう、そんな賢いこと言ったかな。言ってるんじゃない。そうだね、科学的見地から言うとそれはその説はねつってまだ証明がされていなくてね。頭
いいのイメージが頭悪いやつの言い方だなそれ。わかんないよ。何なんだろう。それでは。カズピオですかね、ネム。なんかネムをさばけてるっていうのが多分もう。そうだから、電波組見てネムちゃんって頭いいなって思ってタヌキを見たら、なんかもっと頭いい人いるって思うらしいんだけど、でもそれネム基準であって。だから私が自由にしてるじゃん。うん、それがいいってことなんです。そうそう、ね、自由にしててそれをちゃんと道順を作ってくれてるじゃん、うん、あんま作ってないよ、ね、思ってんだから言っときゃいいんだ。いや爪隠してるんですよ。のあるんすけど、のあるんですけど。いや全然ないっすよ。ないっすよ。ないっすよ。つらー、次行こう次行こう、うん、どういうの、うん、苦しめたね。苦しい。いや どこが賢いと思ったのか今度で聞きたいなと。もう来週のね、来週のテーマは今募集できないんですけど、来週のテーマに12月の1週目のテーマは賢いってなんだ、賢い、どこが賢いのかみたいな。なんかネムキュンスーちゃんのいいとこ一つ言ってみよう、ね、賢いと思うところを教えてくださいね。いいね。どこだろう。メガネかけてるからじゃないの。賢さ、これをかけると賢さが2上がる。それでは、かしこさんからのメール。最近の私はスーピューチャーにプロレス画像を送るボット化している感じなのですが、そんな自分からの質問、今まで見たプロレスの試合でのベストバウトは何ですか。あー難しい。バウトって何ですか。ベストバウト、なんかね、私もバウトの意味よく分かってないんだけど、そのバトルみたいな、今年のベストバウトとか言うから、まあ、一番良かった試合っていうことなんだけど、ライブみたいなことなのかな。だからその電波組の中でも、今年のベストライブみたいな。バウトはまた違う気がするけど、難しいな。でも最近のだったら G1の石井棚橋戦かな。いや、やめとこ。あんまり最近行けてないから、まあでも家で、すいませんね、ちょっと追いかけない。また行きたいなということで。行きたいっすよ。な感じです。では、お、灰色パーカーさんからいただきました。俺メルマガコーナー宛てに届いています。吉川さん、ネムさん、タルピョマンは。タルピョマンは。書き出しからすでに俺メルマガという言葉が頭をよぎって書き出すことができません。かわいそう。どうしたらいいのでしょうか。かわいそう。それ俺メルマガ病ですよね。そうだね。そのままの君でいいんだけどね。こんなことを送ってこれは俺メルマガじゃないのかっていう男子が。どうせ送ったって返事なんか来ない。急増だ、やばい、辛いわね。ごめんね、私のせいだよそれ。俺メルマガは悪いことじゃない。うん、俺メルマガは悪くない。これでいいだろ。なんだこの番組。続きまして、ルイさんのお便り。ヤマキルスちゃん、こんばんたぬぴょー。こんばんたぬぴょー。早速お悩みです。い、この前のアフィリアサーガと電波組のライブでピンキーのキラチュンのコスプレをしました。つまり女装です。そこで悩みがあるんですが、その後叩かれてないかツイッターでサーチをかけたら、ピンキーコスの女の子可愛かったというツイートが結構あったり、チェキ会の列に並んでたら、あの子のコス可愛いと言われ、女の子に間違えられていました。さすがに女装したとはいえ気づくものではと思うのですが、どうしたら男らしくなれるのでしょうか。この悩みは2回目です。めっちゃ可愛かったんですよ。いや、これはね、才能ですよ。あるよ、写メ。ねえ、見ない。才能はね、生かすべき、伸ばすべきだと思います。てかね、それはね、あなただけのせいではなくて、黄色が男すぎんだよ。エータソー役が男すぎるから。対比が、いい対比があった。対比がやだ、みんないいの。リサ、モガ、ピンキー、ミリ、ネム、エータソー。なんか大きい。しかも別に、あのルイン君みりん推しだし、エータソの子モガ推しだし、でもみんな可愛い。いや、これはしょうがないです、ね、この並びで見たら、女でしょ。女か。まあでもこういう感じの子いるしな。可愛かったのよ。可愛い。これ写真はだから俺は男だと思って撮ってるでしょ。なるほどね。でもね、その女装してる時はモジモジしてるわけよ。やっぱりそのちょっと演じちゃってる自分のことを認めちゃった方がいいですね。
しかも人一倍スカート短くない？なんなの？その気じゃん、全然。全然その気なので問題ありません、ズバッと解決、この道を進みましょう、うん、もうこのエータソ役を見習いなさい、男らしさは。どう見ても男だもん、ね、一人だけ巨人、もうリフトで上がったら面白くてしょうがない。だいぶ面白いな、はい、では続きまして、さよならメガネさんからいただきました。ネムさん、スーさん、こんばんは。こんばんは。ふつおたです。何フェチですか？ちなみに俺は肩幅フェチです。広い方が好きです。へえ。うん、スーちゃんは昔から匂いだって言ってるじゃん。匂い好きだもん。で、私はバカにしたんですよ。うん、何それ匂いって。ほんと匂いになりました。匂いはね、匂いだよ、匂いだよってよくわかんないけど匂い好きなんですよ。でも割とね、男性、まあ私は男性に限らないけど、人の匂いが好きなんだけど、うん、基本的にはそういうもんらしいんです。自分と全く違う DNA を持ってる人の匂いはいい匂いに、いい匂いの感じでふわってきて、それがフェロモンである。なるほど、ということらしい。引き寄せると、だから素敵な匂いだなっていう人がいるのは多分普通のことであり、へー、じゃあそんなだから共感できる部分があるんじゃないかな。好きな匂いの人と結婚して子供を産めば、うん、発展するってこと。そうなのかね、生物の本能として真逆の人とつながった方がいいってことなのかな。まあ、なんだろうな、単純にだってあれだもんね、血縁者とかだと逆に血が濃くなって良くないって言うんだったら、そういうことだよ、ね、確かに確かに、面白いな、ね、なんか草とかみたいな、植物とかそういう感じするよね。どういうこと？ん？なんかさ、虫とかがさ、うん、花粉取りに匂いでつきてさ、広がるじゃん、うんうん、ちょっと違ったかも違ったかもね眠たいもう。ネムちゃん、滑ってるよ。それでは次のお便り。あ、難しかった。ビッセさんからのお便りです。スーちゃんでも結構バタフィオ、こんばんは。あ、引きずるわ、引きずっちゃった。質問などの内容ではなく、感謝という内容です。投稿して本名を晒されたことはありますが、あ、あの子ね、あの子だ。基本的にコメントばかり自分はしています。そのおかげで放送時間中にツイッターのフォロワーが増え、知り合いが増えました。電波組とビスのコラボ CD を買ってきてもらったりなど、今までぼっちだった自分からは考えられないことがタヌピオによって起こっています。すっちゃん、にむきゅん、そしてタヌピオ、ありがとう。嬉しいですね、素晴らしいお便りだ。そう言っていただけるとね、うん、っていう甲斐があります、ね、妙理のやつよ。妙理のやつです。妙理のやつですよ。妙理のやつだよ。なんだそれ。もう全くもって妙理のやつ、妙理のやつですね。え、こりゃ妙理のやつだ。あの、今年はタヌピオのさ、うん、あれだね、うん、なんつうの、あるじゃん、言葉の大会みたいな、なんだっけ、流行語大賞、言葉の大会、タヌピオ大賞、タヌピオ語大賞、うん、はかどりそうだね。まあ、俺メルマガにかなうものないと思いますけど、ね、俺メルマガ1位かもしんないですけど、ね、私も今年聞いた言葉の中で一番衝撃がありましたね、俺メルマガ。納得しかないみたいな。それ言ってるだけだったらどうしよう。あ、これメルマが超面白いよ。ほんとやばいね。11月12月でみんな言葉を生み出していこう、うん、うんうん。あ、ちょっと待って、カレンダー、今日はこれの次だから13日、11月13日です。お、11月も半ばになりましたね。なんかもうね、もうすぐ終わっちゃうよ。ねえ、早い早い早い、うんうん、めっちゃ眠くなってきちゃった。 あれだ、ジンジャーエールこぼそう。そうだそうだ。うわー。では、ラジオネーム、クロロ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 ロかな、ロの数がクロロ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 ロさんからいただきました。ふっふー、スーさん、ゆうみさん、こんばんたるぴよ、こんばんたるぴよ。ふっふー、毎週水曜日は仕事終わりにビールを買って家に帰り、楽しく拝見させていただいております。嬉しい、そういうの嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。今回はたぬぴよラジオ収録ということで、たくさん質問を考えているんですが、最近電波組さんのライブに参加させていただいてるんですが、うん、一緒に行くメンバーがでかくてちっとも前が見えません。お風呂の椅子を持っていこうかなと考えているんですが、それだと邪魔かなと
と思うので何か解決策をください。かわいい、かわいい。缶は缶、缶、缶に乗るのは邪魔なんじゃん。いや、缶のコンポストじゃん。お風呂だと、お風呂の椅子だとこう担がなきゃいけないけど、うん、缶だとみかんの入ってるさ、缶が2個。なるほど。こでもモッシュとかで死んじゃうよ。パカパカ、確かに。竹馬、竹馬、まあ、シークレットブーツがいいんじゃない。そうだね、リアルにそんな感じさ、うん、最近さ、100均とかでも売ってるよね、シークレットブーツ。いや、うん、かかとにこっそり入れて背高くなるよみたいな。やら、入れてみてはいかがでしょうか。ズバッと解決、はい、まあ、私だけ見えてると思いますけどね。あ、なるほど。これでもちょっと後ほど、ちょっと待って待って、うん、ラグをつけて、ラグをつけて。すーちゃんさ、私の化粧ポーチ取ってくんない？うん、おやありがとう。ちょっと眠くて目が乾燥してきた。やばい、大事だよ。目薬、目薬。メタルさんからいただきました。ネムさん、吉川さん、こんばんは。こんばんは。初めてメールをしてみます。ありがとうございます。質問です。僕はローソンでバイトをしているのですが、唐揚げくんの調理法が本来は165度で6分揚げるのですが、僕はいつも165度で5分で揚げています。うん、6分揚げてると黒くて硬くなるから嫌なんです。おお、そういうコツがあるのね。そこで本題の質問なのですが、うん、お二人はスキーはできますか？なんかさっきこういうのあったよね。あったね。あれ？今シーズンが北海道最後の冬なので、うずうずしています。現代子の特徴なのかな、この急に話変えるし。話関係ない。スキーはまあ、普通に、なんか難しいことはできませんけど、ただ滑るくらいなら。私はなんだろう、私はなんかスキー合宿っていうのにあったよね、行ったりとかしてたけど、うんうん、特に好きではないですね。うん、なんか骨折りそうで、うん、どんくさいから。私友達が骨折ってたから、それで怖くなって、怖いんだよ、それから滑ってないの。うん、できればやらないです。どっちかっていうとソリがやりたい。ソリやってみたい、うん、スキーのあのソリじゃない、なんていうの、板のさ、うん、重くてちょっと難しい感じに、ちょっと抵抗を感じてしまう、うん、いざ上から滑ったら絶対楽しいんだけど、ソリの方が絶対いいと思う、うん、それだったらソリで芝生でもいいかなみたいなところはあるかもしれない、うん、それ僕の夏休み3の、うん、ダンボールでバーッ滑るのがすごい楽しくて、僕の夏休みやったことなくてさ、うん、なんかそのバグ画像とかしか見たことないんだよね。何それ。なんか8月終わったのにずっと夏休み終わんないバグとかさ、怖い。そんでやっぱおかしくなってきちゃうんだよ、画像とか、うん、お母さんが透明だけど喋ってくるとかさ、なんかそういうそういうのだけ見たことある。めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖いっすね。いや、なんかそういうゲームなんだろうなって思ってないけど、そういうのがあるんだって。怖い、やだ、今ゾッとしちゃった。帰るかな、一人で。うーん、やだ。塩かけとけば、塩、今日も塩、飲み込もう。好きね。でも好きやった後のカレーとかはすごい美味しいね。好きってさ、意外と日焼けするっていう。そうそう、それがなんとなく目も焼けちゃうし。そうなの、反射だよね、あの白がレフがガって。でも写メ撮ったらめっちゃ可愛く映るよ、多分。マジ？やっぱ、なんていうの、ゲレンデ効果っていう。そうそう、ゲレンデ効果ってマジでレフ版だからさ。なるほどね、うん、だから可愛くなる。私昔すごいちっちゃい頃群馬に住んでて、うんうん、でだからどこだ、スキー場が近いんだけど、ほう、なんだっけ、群馬の有名なスキー場忘れちゃったの。だから結構家族はみんなスキー行ってた。うーん、私はでも幼稚園生だったし、あ、まだね、年離れてるからみんなはもうスイスイだもん ね、スイスイなんだよ。板
マイイタ持っちゃってさ、マイウェアマイイタで行く感じの、すごいなと思って、うん、結構本格的にね、気合入ってる、ね、あと北海道に行ってスキーをした気がする。うーん、いいね。でも楽しそう。記憶があんまり、はい、はい、なんかお父さんがスキーのインストラクターやってたらしいわ。すごいね。何でもできるな。お父さんモテモテなんだよね。モテるんだ。でも可愛いもんね。え、可愛くない？可愛いんだっけお父さん。マグロの解体でしか見たことない。そう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 。可愛いな。まあお茶目だよね。うん、なんかあれは女性の心をふわっと撫でる感じの可愛らしさ。かもしれない。だってバイクのツーリングのヘッドみたいなのやってて。うんうんうん、インストラクターやってて、一応、うん、社長の息子じゃん。うーん、モテ要素揃ってんじゃん。有料物件で、しかも陶芸が趣味とかちょっと知的じゃん。うん、ね、うん、いや、ただ生臭いっていう魚を、うん、魚さばけんのかっこいいよね。確かにマグロこうやってガーってやるからね。そういうの全然できないもんね。だから結構男らしい人好きかもね。なるほどね、うん、男らしさか。あんまそういうの考えたことなかったの。でも今までは筋肉あんま好きじゃないと思ってたけど、棚橋、うん、に出会って筋肉もいいなって思うようになったし、うん、出会いだよね。だんだん嫌いなものがなくなっていくならいいのかな。いいんじゃない。難しいな。単純にさ、うん、だってこう今ここまで20年余り生きてきて、数年の付き合いさえできない状態で今いるじゃないですか。でも結婚したら50年とか一緒にいるんでしょ。うん、すごくない。すごいね。ね。と思うと、なんかさ、定期的にさ恋愛しててそうなったらすごいって思うけどさ、うん、がっつりしてないからさ、なんかね、そっから50ならまあ別物として。でもうちの姉ちゃんとかは初めて付き合った人と結婚してそのままずっともう十何年か一緒にいるから、すごいね。20年ぐらいのかな、うん、素晴らしさあるね。思うとそんな素晴らしいよ。うん、うん、カレーのせんべいめっちゃ美味しいんだけど口内に超しみる。確かにしみるかもしれない。そろそろ腹減ってくるかな。途中で私恵方巻きタイムを挟まない。何なんだろう、なんで今恵方巻きなんだろう。なんか私なんで今恵方巻き売ってんだよって書いたら、うんうん、コンビニとかそこら辺の人たちが、うん、これ秋の恵方巻き、そう、うん、まあ、なんていうの、節分に食べるものだから、うんうん、なんか1年に4回実は節分があるって。なるほど、ね、季節を分けるところでどこでも食べていいよってことなのね。でもさ、そもそも東京でさ恵方巻き流行ったのもさ、うん、ここ最近じゃん。ここ6年とか7年でしょ。そうなの、うん、うちはさ、お母さんが関西だったからか、うん、すっごいちっちゃい子がずっと恵方巻きを食べてたの。私も関東の人じゃあんま食べてないんだ。関東は遅咲き文化だった。あ、知らなかった、うん、そうなんだって言われたことがある。今年の恵方は何なんと、誰が恵方を決めてんだろうね。確かに。でもなんかあるんじゃないの、鬼門がずれてくみたいなさ。あるのかも。着物真逆が恵方でみたいな、なんかあるんじゃない、わかんないけど。恵方で適当なこと言ってしまう。続いてのお便り、ゆきなさんからいただきました。エネムキュースナーさん、こんばんたるびょう。こんばんたるびょう、初メール投稿です。ありがとうございます。早速ですがお二人に質問です。いつも明るくファンのみんなに元気をくれるお二人ですが、これはもうダメだというくらい体調不良になったことはありますか。ちなみに私は今食あたりで寝たきり状態なのですが、やることがなく暇で仕方がありません。こんな時の対処方法なども教えてください。もうアキネットの次の日最悪ですね。今ですけどね。あれ先週のね、先週の今ですけど。はい、あ、私でも胃腸炎、ウイルス性の胃腸炎になった時は結構きつかったな。お腹系はな、私もほんとジャカルタも厳しさあったし、うんうんうん、あと今年で言うとワンマンの、うん、ゼップ、うん、ゼップだよね最終って。ゼップ付近でなんかそのちょっと前にお休みもらったりとかしちゃって、うんうんうん、
結構もう今だから言えるけどすっごい熱がありながらライブをやったから、あ、これヤダインさんの仮歌だ、やべやべわー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 、うん、レアなものをかけるとこだった。危ない危ない、だからちょっと顔がパンパンでさ、DVD とか見てたら、うん、もうなんかもう熱な、いっぱいいっぱい熱な顔してんの、むくみどうみたいな、それはもう反省ですね、体調管理が悪かった、うんうん、私その上演っていうものを知らなかったから何を食べても全部こうリバースしちゃって、あ、なんか分かんないけど食べ物がダメなんだと思って、うん、でもお腹すくから水いっぱい飲んだら、うん、水もなんか綺麗にロロロロンってマーガライオンして、あれみたいな、これって結構おかしいんじゃないってなるまでずいぶん時間かかる。その時はお兄ちゃんと一緒に住んでたから、でお兄ちゃんももしかして同じ症状だと思うから一緒に病院行こうって言って連れてってくれて、うんうん、お兄ちゃんがいなかったら多分これあ何か変なのだなって言ってずっと横になってたなと思うとやばいなみたいな、もうでも10年ぐらい前の話だけど、やばい、病院行くっていう発想は基本的にないからさ、うんうんうん、全然気がつかなくて、でもマーガライオンし続けたら痩せちゃうね、うん、それでダイエットでもよかったね、うん、でもあれぐらいの時は一番痩せてた気がするね、あ、じゃあもうそれ関係ない時だね、もう関係ない、ね、残念ながら残念でござる、具合が悪い時はね横になるしかないとないで暇なんだよね、もう好きなサイトの巡回もやり尽くしたみたいな、結構そういう元気はあるんだね、もうだからこれぐらいしかやることないもんね、そうだよね、なんていうかさ、これ以上は動かない、これ以上動くパワーはないんだけど、でも意識はもうあるし、そう、あの感じつらい、ちょ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 、めっちゃ眠い、ほんとだ、君にこういうの口づけ希望ぬ、ちょっと寝るよ。おう。ちなみにゆみさんにメールが来てて、なんとひいひいさんからいただきました。ねむきん起きてる、寝てる、まるで予感したかのようなメールが来てる、あーひいひいめバレてる、眠い眠い、まだまだまだだぞ、あと2時間半も撮るのか、あー、では食欲のデブさんからいただきました、うん、すーちゃん、ねむけ、こんばんは、こんばんは、半分寝ながらやっていい、久々の太った人の声でお願いしますすーちゃんが最近何をしてるのかとっても気になるところだぶいろいろやってるんですよ、アキネット、いえデブネットに行きましょう、え違うデブネット、いやアキネットだそれ長時間経っていられないので途中で帰りましたが、そうなんだ、ねむけは DJ 終わった後普通にフロアで歩いてて彼氏がいないのにと可愛いプンプンした表情でみんなに問い詰めていやっぱり言ってたんだ、恥ずかしいやつ、やっぱり言ってたんだ、みんなに囲まれ人がいっぱい来てキュンちゃんを守らないとって思ったけど大丈夫でした、ボゾさんも泥酔していて守らないとって思ったけど他の方が介護して大丈夫でしたお前らマジごめん、目覚めた目覚め、恥ずかしい、あと多摩デブ美術大学学園祭も行ってきました、ライブ途中の MC の時の話で話を振られてみりんちゃんがほんともうって返す時は大体話すことが考えられなかった時という流れが楽しかったです怒涛のスケジュールお疲れ様でした、デブも睡眠をたくさんとって12月を頑張るぷ、ありがとう恥ずかしい、ねむきゅんは DJ が終わった後普通にフロアに行って、彼氏がいないのにと可愛いプンプンした表情でみんなに問い詰めていました、だからマジで周りがめちゃめちゃリア充になっててどういうこっちゃっていう問い詰めですよ、そういうイベントだったのか、もうダメ、私がいないんだからみんなもう禁止、すいませんね、アイドルオータは恋愛禁止、みんなでゆめみさんの声をなんとか応援しましょう、もうやだ頑張りましょう、はあ、なんだ私、大丈夫かそれ大丈夫かな、まあ、いないんだからいいでしょうよ、いたら問題続きましてのメール、せつなさんからいただきました、きゅんさん、すーちゃん、こんばんは、こんばんは、きゅんさん、
人生初ラジオメールです。ありがとうございます。少し前の話になりますが、ネムキューさんモンスターイベントでホタヒカ歌っていただきありがとうございます。お歌いました。ホタルの光、アルバイトで推しの揃い部を欲し絶望感に満ちていた僕にはとてつもない慰めになりすごく楽しかったです。うん、そして自分の卒業イベントを欲したスノーさんにあっぱれ。ぜひしっかりとした形でイベントをやり直したいです。すいませんね、いや卒業イベントの予定は一応ないんですよ。もともとなかったんですよ。特に何もしないで、萌えちゃんの生誕だもんね。そうなんです。っていうところに萌えさんが誘ってくれたんでっていう感じではあったんですが、申し訳ないですね。さて電波組の学園祭ラッシュがあったわけですが、僕の連れが終始リア充リア充と言っていたので、アキネットで彼氏欲しい発言をしていたらしい。ネムキュンさんには複雑な話だったのでは。欲しいなんて言ってないよ。言ったのかな、覚えてない。私はいないのに欲しい。あ、言ったかも。欲しい、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 ビール欲しい。恥ずかしい。やめて。ネムキュン滑ってないよ。受けてる、受けてる。どっかどっかきついわ。泥酔の時のエピソードマジやめてほしいわ。いやまあね、覚えてないんだもんね。私でね、今日、うん、あ続く、うん、僕は恋愛なんかにかまけず毎日のように自転車を走らせています。キュンさんも仕事以外の趣味に熱中して寂しさを紛らわしたらどうですか。寂しくねえよ。別に寂しさ紛らわしたらどうですか。うっさーっさーすごいわ。寂しくねえし、初メールとは思えぬフランクさ。別に誰だって。せつなさん、せつなめ。いや違うんですよ、いい、全然いいんですよ、うん、まあよ、本音でしょうね。酔ってますか。でなんかその、まあね、欲しいと思うくらいいいじゃないですかね。だって、まあ、人を愛することって素晴らしいことだと思うんですよ。あれあれでもね、ちゃんといないっていう事実を褒めてほしい、私は。なるほどね。もうその評価でいいよ、もう。寂しいけど。かわいそうだな。ちょっとかわいそうだな。辛い。いいんです、別に、そんなことは。でも、その、酔ったその記憶をね、うん、ちょっとずつ取り戻さなきゃっていうか、もう。いやー、大丈夫だよ。なんかね、幻覚見えたの、なんか。明日の仕事行けないんじゃないかみたいな時にマネージャーが幻覚で、うん、うん、ペナルティーだなみたいなのを言ってる幻覚が見える。はぁーってなったりしたんですよね。リアルだな。なるほどね。あと友達にカレーを買ってもらったのに、うん、カレーが食べたいとか言ってたかってカレーを買ってもらったのにペロってルー舐めて、あー以上ですみたいなことを言ったり。クソ野郎だな。何に何なの。なんか試験会に入った何本かセットのお酒が飲んでみたくて、うんうんうん、3,000円だったの、そのセットだから。面白そう、うん、面白そう、これやりたいっつって、うん、1,000円くれっつって、いろんな人に、なんか、くれよ、もぎ取って3,000円ゲットして、やったーやったーってだけよく配って、うん、マジって。ちょっと、誰かゆるみさんお酒持ってきて。面白い。いや泥酔の夢見ねむ超好評だから、ね、どんどん行きましょう。急に塩らしくなって可愛かったとかいろいろあるんです、私にも。では続いてのメールいきたいと思います。ではピューさん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。初メールさせていただきます。カステルと言います。おお、タヌピアのトークテーマ募集ということでしたので一つお題、お二人は献血に行ったことがありますか。秋葉原には献血ルームが2カ所ありますが、どちらも綺麗でおすすめです。ちなみに、ジュノはやっと